はい、こんにちは、ビッグボーイです、それでは今回もファイナルファンタジー15続きやっていこう。前回は体験版エピソードダスカではかなり苦労したスモークアイを結構あっさり倒してチョコボに乗れるようになって、また動画外で、サブクエストもぼちぼち進めてるんだけど、今回は、そうだ、もう一つ、時々戦闘後にグラディオが拾ってくる珍しいコインだとかその辺売ったら結構なお金になるアイテムがあるんだけど、それをあえて売らずに、魔法を作るときに合成してやると、その経験値が、その魔法を使ってモンスターを倒すとボーナス経験値が上乗せされて手に入るという魔法を作ることができて、それを繰り返して何とか帝国軍やらモンスターと戦ったらかなりレベルがあっさり上がって、現在26レベルパーティー。で、服はもう元の格好に戻しましたってな感じで、レベル上げとけば後々はもっと楽になるでしょう。で、レガリアも元のカラーに戻して、レスタルムに行く前にちょっと一つだけやってみたいことがあって、こっちの方にね、体験版の頃はなかったんだけど、どうもね、チョコボレースができる場所があって、チョコボ臭いのってさ、嫌なんだけどなんか好きなんだよね。あそこで働け、そういうやつは貴重らしいぞ。きっとそうだよね、これ。いや、みんな、チョコボ乗ってる？ここでは君たちチョコボ乗りの腕前を試すことができるんだ。スモークアイがいなくなってチョコボたちも元気いっぱいだ。その中でもとびきり元気な2羽を貸すから、ぜひお友達と競争してみてね。チョコボレースね。プロンプトバーサスチョコボレースったら、FF7 でやったことあるんだけど。よーし、勝負だ、ノクトン。チョコボレース、いや、はい、お、車と同じ操作だ。なんだこのシュールな絵は。スタート。あ、早いプロンプト。全力疾走がある。あ、早い早い早い。なんとか全力疾走を繰り返して、降りるとかあるけど、これ降りたらダメだもんな。負けるかよ。左下がスタミナか。あ、疲れてる疲れてる。それ追いつけるか、これ。追いつけるか。あー、追いつけない。あー、全然追いつけない。早いプロンプト。どうよ、もう一度だ。ベストタイム。お疲れ様。残念だったね。ぜひまた挑戦してね。チョコボ乗りたい乗りたいとヘラヘラしていたプロンプトに負けた。チョコボ関連のアトラクションも楽しめて、チョコボをね、レンタルして乗り回すこともできるんだけど、レスタルムには車で行こう。3キロもあるしね。さてと、先にちょっとメニューで、クエストもね、いろいろ増えてるけど、これでね、機体を背負ってグラディオの妹さんに会いに行く。友人たちがね、オートから結構逃れてきてるからね。行くぞ。行こうか。その人たちとお話ししよう。で、そうだ、 BGM の方もね、いろいろ増えてて、これ FF5 だ。いくつかのね、曲は原曲だったり原曲じゃなかったりするんだけど、ここはね、体験版じゃ行けなかったエリア。
っぱ FF13 が好きだな、 BGM で、あれがメテオの隕石跡。あ、でっかいモンスター、なんだあれ。カーテスの大皿か。ねえノクト、メテオと一緒に写真撮りたくない？メテオ？撮る？いいかもな。おー、行こう行こう。シャッターチャンス、寄り道ちょっと U ターン。さてどうする？写真撮ってこう。よくね、いろんな景色のいい場所あるとね、プロンプトが写真をね撮ろうぜってよく言ってくるんだ。ここだね。こっちなんか火山が燃えてるように見えるんだけど、なんだあれ。この辺で撮ろうぜ。いいね、ここで撮るよ。じゃあ撮るよ。オッケー。あ、なんかずれてるけど、左にずれてるけど、いいのかこれ。保存。お、いい感じ。若干経験値ゲットで、あえてこれレスタルーム行かないと今午後の3時だから、夜になっちゃったらまた宿呼んないといけなくなっちゃう。だいぶね、のどかな場所をね、走行してるんだけど、パーキングもそこら中に。封鎖線ってなってるけど、封鎖はされてないし、レスタルムはね、結構大都市だったはず。あ、橋だ。メテオ、実際あっただろ。あったね。燃えてたね。下で支えてんのが巨神な。へえ、絵本の中の話と思ってた。六神とルシス王家は神話の時代に共闘した仲間同士だ。うわ、マジ？結構マジ。しかしいまいちピンとこねえわ本人がこうだからな。そりゃどうも。メテオを支えてるのが、じゃあもしかしてタイタンか。タイタンと戦闘になるじゃなかったっけ、そのうち。あと 800m、 このトンネルの先か。このトンネルすごい綺麗。どんな街なんだろうな。交通量が異常に少ないな。もうね、ダスカの湿地がもう向こうの方にある。はるか、おお、見えてきた。おお、この町でかいな。久々の都会って感じだな。あ、ケーブルカー。あれはどこまで行くんだろうな。着いた。ちょっとどっかに。ここで降りるぞ。あ、こんなとこで降りるの。さあレスタルムに着いた。カップヌードルか。外でも買えんだな。食材が切れた時の非常用にいくつか買い溜めておくか。じゃ、そのうちな。出たカップヌードル。これ最初のどこだっけな、ハンマーヘッドにもあったんだけど。日清買っちゃうか。じゃあ、いらっしゃい。カップヌードルはいかがですか。カップヌードル、冒険者のために作られた即席麺。
ここほど。ありがとうございました。またお越しください。さあ、都会だね。もう夕方だけど、チョコボも注文できる。マップ宿もう多分どっかにあるでしょう。向こうにあるね。最近地震多いけど結構人がいる。ここが町の大通りになるのか。イースはリーウェイホテルに泊まってるそうだ。カーテスの大皿って本当に燃えているんだ。リーウェイホテル近づけるのか。あれちょっとその前に町へ観光しようかな。隕石食品だ、よろしく。隕石食品、なんか持ってない食材は特に売ってないや。隕石食品をよろしく。あ、いや、町らしい町に初めて。あ、そっか、初めて来たのか。なんか夕方だから結構暗いけど。いらっしゃいませ。何か召し上がりますか。周辺情報。オッケー。食事。作ってるんですよ。あ、これうまそう。チキンライス。この辺食べたらまたイグニスがパクってくかな。パクってくな。排除していただけるんですか。クエストもある。ありがとうございました。またどうぞ。6時。ご飯何する。おお、にぎわってるね。ホテル行くか。じゃあ、なんか警報が鳴ってるような気がするんだけど。地震ってやつか。どうした。なんか頭痛いと思ったけど。大丈夫。平気、治った。うん、なんだろうな。ノクト、揺れてなきゃ平気か。ああ、地震で痛む理由がわからないな。ここホテルか。随分と、あ、豪華、豪華かな。入り口はすごく豪華。リーウェイホテルレスタルーム。おかげさまで。ねえ、泊まるならここでしょ。ああ、そうだ。時間取れ、いろいろ聞きたい。うん。よく無事だったな、ジャレット、タルコットも。ノクティス様、イリスは俺が守ってます。申し訳ありません、孫のしつけがなっておりませんで。ええよ。ありがたいお言葉でございます。ではそろそろ失礼を。ノクティス様、おやすみなさい。イリス、オート、どんな感じだった。お城とその近くがすごくやられちゃって、大丈夫だったとこも多いと思うんだけど。目的はやはり限定的だったのか。ね、なんかあったらどんどん言ってね。ああ、ありがとな。
なんだよ。あのね、ルナフレーナ様、この町にいらしてたって噂があって。でもすぐに町を出たって、無事でよかったじゃん。わかった。ありがとう。じゃあ、ゆっくり休んでね。レベルアップ、ルーナが一度この町来てた。ねえボスケ。ああ、あいつらはみんなタルコットと散歩行っちゃったよ。町見てくるって。あ、ねえ、私たちも行こう。見に行こう。ああ、わかった。よし、案内するね。お待ちになった甲斐がありましたな。ではお気をつけて。この人もまあ王都の召使いかなんかの人か、おじさんだけど。一番最初は市場かな。ついてきて。二人でお散歩。ここ夜になるとすっごく素敵なんだよ。ここパーテラ市場って言って何でも売ってんの。楽しくなんない？いろんなの買いたくなっちゃう。話を流す話流してみよう。よかったな。もっと盛り上がってよ。エピケット。次はね、工場。工場。ちょっとじゃあ買い物してこうかな、できそうなら。カーテスの大皿って本当に燃えているんだな。近づけるのか。見ない顔だな。お、いいな。欲しいのあったら買っていきな。整髪料。インナーか。いや、とりあえずいいや。また寄ってくれ。飲み物でも買うかな。こっち食材売ってるでしょ。いらっしゃい。ゆっくり見ていきな。あ、ないものがいろいろある。すごい人かな。高いな。一個だけ買ってこう。よし、ワイドアリー。食材は積極的に。嫁さん昇進だって。これも買って。すごいじゃないか。肩身がもっと狭くなると思う。オッケー。次はもっと買ってくれよ。こっち食事できる。工場って向こうか。いつか頂上に登ってみたいよ。とごめんなさいね。アイテム。あ、出た。これがね、魔法と混ぜると経験値たくさんもらえる。小銭だから売らない方がいい。おお、これ工場だ。あれが工
でね、ここの電気を作ってるんだけど、すごいんだよ、働いてる人みんな女の人。ここでは女性がどんな仕事でもするんだって。仕事を進める、心配する。大変そうだな。ん？大変？すごくない？まあいいけど。じゃあ次は展望公園にしよう。展望公園、これもうお散歩じゃなくてデートなのでは？他のみんな置いてきちゃったし。でも広いな、中が結構。オートとは違うけど、こんな家もいいよね。いまいちリアクションが薄いノクトだけど。ここの飲み物全部いいんだよね。そうなんだ。そうなんだって、もうちょっとなんか言うことないのかノクト。こんな車乗ってみたいな。だな。確認って今一瞬出たんだけど、展望公園。着いたよ、ここペゴラー展望公園っていうの。ほらあれ、メテオが見えるんだ。ノクト、なんかこれ内緒のデートっぽいね。おお否定する。お茶を濁す、お茶を濁す。だとしたら俺が兄貴に殴られる。変なこと言えない。それにノクトにはルナフレーム様がいるしね。もうみんな戻ってるかな。そろそろホテルに帰ろっか。ホテルに戻る。カーテスの大皿って本当に燃えているんだな。いや、賑やかな街だね、ここ。大通りの目の前に日清カップヌードルのトラックがあるのは衝撃だったけど、あれね、なんかあれだけすげえ浮いてるように見えるんだけど。みんないるかな。こんなの子供の時以来だね。ありがとう、楽しかった。またお茶を濁すなんてあるし、同意する。俺もありがとな、楽しかった。ううん、喜んでくれて嬉しい。あのね、市場で買ってたのノクトのだから。でもまだ内緒、楽しみにしてて。お散歩クエスト完了。おかえり。じゃあタルコと街で聞いたって話。わかった。これそんな口よ。ああ大丈夫、俺一般市民ですんで。ノクティ様、伝説の剣がこの近くの滝の中にあるんだそうです。場所の分かっていない墓所の一つかもしれない。行ってみねえか。行こう。どうもな、タルコット。いいえ。墓所、子供が見つけてたんだ。剣見つからなかったらごめんなさい。2キロ先。危険な場所じゃない？4人で平気なの？4人でも全然大丈夫だよ。2キロ、ここか。滝の洞窟、ここに墓所が、うん、あるって書いてあるね。でね、よく見たらメインメニューのこの下の方にファントムソードって書いてあって、13本あるね。それじゃあ今回は都レスタルムに着いたということで、妹にもグラディオの妹にも
会ってデートして今回そんな要素ばっかりだったけど、じゃあ今回ここまでにして、じゃあ次回3つ目の王の墓所行って剣探しして力をね蓄えていこう、どんどん。じゃあ今回はこんなところで、はい、ご視聴ありがとうございました。